前回工業アドオンのサバイバルで石炭発電機を作ったり、ドリルを作った竹ばみ、金の原石を掘り当て、自動精錬装置を作ると言い残して奈落へ落ちていくのでありました。ということで工業アドオンサバイバル2回目ですね。あれからちょっとだけ探検しまして、ドリルで掘り起こして発見した地下空間なんですが、やっぱり繁茂した洞窟が広がってました。排水槽も見つけて、ウーパールーパーいるかなと思って探したんですが、謎の熱帯魚しかいませんでした。悲しい。それとめっちゃ大きい洞窟を見つけたので、資材集めもね結構できちゃいました。そんなこんなで洞窟から帰ってきたわけなんですが、見てください、工業パワーもあってもうこんなに集まっちゃいました。そしたら原鉄を石炭使って焼いちゃいます。前回自動精錬作るぞって言ったので、早速ね作っていこうと思います。足りないのはかまどですね。え、待って、石炭使うじゃん、やべやべやべ。あー、これ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 が必要なんだ。そしたらかまどを作って準備 OK ですね。パワーフネス自動精錬機の完成です。そしたらここにね配置していきましょう。じゃあ試しに原鉄を流してみると、おー、精錬できました、やったぜ。このクアンタムマイナーっていうのを使うと、ポン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 ねランダムで鉱石を生成してくれるんですけど、ちょっとまだエメラルドがね手に入らない状況です。石炭発電機作ったはいいんですが、アップデートで結構石炭レアになっちゃったんでね、こいつはもうボツにしたいと思います。なんかね、やっぱりバッテリーあった方がね便利かなと思って、今からバッテリー作ります。レッドストーンブロックを4つ作って、鉄とかパワーケーブルを置いてバッテリーを作りました。ソーラーパネルと自動精錬機の間に挟みます。あー、これじゃない、向きが違う、こういう向きですね。緑になったのでちゃんと蓄電されてますね。ドリルの位置をちょっと移動させて、ここに配置しました。コンベヤーをつなげて、バッテリー満タンになってんので使っていきたいと思います。めちゃくちゃいい、一気に掘れる。あ、早い、もうなくなっちゃったよ。あれ、自動かまどの後ろなんかおかしくない？これ、あれ、これじゃあ多分流れていかないですよね。あー、間違えた、これさっき撤去した石炭発電機でした。めちゃくちゃよく似てる。設置し直して、これで正しく精錬できますね。砂利とか銅が一緒に来た場合って正しく精錬されるんですかね。あー、なるほど、銅だけ燃えて関係ないブロックはねそのままスルーされるんですね。それと石がね焼き石に変わってます。おー、焼けてます、焼けてます。燃えるものは燃えて、燃やさなくていいものはそのままねスルーされるんですね。こいつ優秀。おー、パンダ、俺はさっきのマイナー作りたいから、ちょっと村に行ってくるからな。チャンネル登録して待ってるんだぞ。それじゃあまた次回の動画で。おつかくでした。